リード・ヘンソンソの治癒アメリカのミズーリ州在住のリード・ヘンソンは1979年に非常にまれな病気であるヘアリーセル白血病と診断されました当時ヘンソンは40歳で数年前に妻と離婚していましたが自分では仕事をバリバリこなし健康な生活を送っているつもりでしたそんな彼の悩みは 離婚したた妻とのの間にいた17歳の長男ロブのことでした。ロブは14歳の時から飛行に走り学校は退学し家出や暴力沙汰や麻薬の使用などで時々警察のお世話になる状態を繰り返していましたヘンソンはロブの更生のためにいろいろと手を尽くしましたが全く効果はありませんでしたそしてロブが こんなありさまになってしまったのは自分の育て方が誤っていたからだと自分を責めいっそこの手でロブを殺してしまおうかと思ったりもしたのですその頃、雑誌を読んでいたヘンソンはある記事に目を留めましたそれは白血病に関する記事で患者の悲惨な状態を写したぞっとする写真が載っていましたその写真は 非常に生々しく静止に応えないようなものでした。このとき、ヘンソンは、天の啓示のように、こう思ったのです。息子のロブが麻薬中毒になったのは、私が子育てに失敗したせいだ。だから、すべては私の責任だ。私の失敗のせいで、息子の人生がめちゃくちゃになった。それなら、その報いに、 私の人生もむちゃくちゃになるべきだ。そうだ、自分もこの写真のように白血病になるべきだ。自分を罰するために、そして私の人生をダメにするために、私は白血病になりたい。このように思った彼は、人生のいろんな困難と戦って、それを乗り切ろうとする気力を全くなくしていたのです。すべてを諦め。 逃げ場ののないい無気力感に浸っていたのです。驚いたことにその数ヶ月後にヘンソンは白血病を発病したのです。その時のことをヘンソンは次のように述べています。全く望み通りとしか言いようがありません。思った通りに白血病になったわけです。とても偶然の一致とは思えませんでした。私はいつも 精神の力というものを信じていました。だけど、その時ばかりは、その力の恐ろしさにゾッとしました。自分が、無意識のうちに、心の力を、悪い方に発揮していたわけです。恐ろしくて身震いしました。あの時の、惨めさは、言葉には表しようがありませんでした。白血病の診断を告げた医師は、ヘンソンに対し、 希望の持てそうなことは一切言わず、余命はおそらく2年くらいでしょう。これも運命ですと言っただけで、あとは事務的な指示をするだけでした。ヘンソンは生きる希望を失いかけましたが、悪いことばかりではありませんでした。その頃、交際を重ねていた恋人のジャナさんが、白血病を告知された1ヶ月後にヘンソンに求婚したのです。ヘンソンソは。 ジャナの行為を、はじめは、正気の沙汰とは思えませんでしたが、一途なジャナの思いを素直に受け入れることにしました。これにより、ヘンソンは、白血病との闘病に良きパートナーを得ることができたのです。しかし、良きパートナーを得ることができたと言っても、ヘンソンの前とは、依然として闇に閉ざされていました。ヘンソンとジャナの2人の前に、 明るい希望の光が差し込んできたのはサイモントンの著書ゲッティングウェル・アゲイン翻訳がのセルフコントロールに出会ってからでした自らの白血病の発病に心のが大きく影響したことを経験したヘンソンはサイモントンの心が身体に決定的な影響を与えるという信念に共感したのです早速2人はサイモントンの下に行き イメージ療法の指導を受けることになりました。とにかく素晴らしい体験でした。希望、私はきっと助かる。私は、きっと治るという希望。サイモントン先生は、その希望を徹底的に与えてくれました。それまでの医師は、ともかく私には希望はなくて、1年か2年の後には死ぬのは避けられないとばかり言ってたのですよ。その違いがどれほど大きいか。 まさに全土地の違いですよ。死から生への転換ですよ。サイモントン先生は、実際に奇跡的に治った患者を何人も紹介してくれましたし、彼自身が、誰にでも、そういう奇跡的な治癒を経験することができるということを信じきっていました。本当に、1年や2年で死ぬことはないな、そう信じられましたからね。 生き残る可能性は高いんだと確信させてくれましたからね。希望です。私が一番欲しがっていたのは、希望は力なんです。愛する妻、そして、全幅の信頼を置くことのできる医師。がんと戦うためのスタッフは揃ったのです。次にヘンソンがなすべきこと、それは、自らの心を見つめることでした。サイモントンはヘンソンに問いました。 発病の真の原因を作ったのは誰であったのかと。サイモントンは、発病から、半年から、1年の間に起こったストレスになる出来事を細かく書き出させました。では、それらは、直接の原因かいや、そうではない。サイモントンは、次にそのような出来事に対して、あなたはどう反応したか、と問います。出来事そのものより、 反応の仕方こそが発病のきっかけになったと考えるからです。例えばヘンソンの場合、客観的に見ても、息子の問題は発病の最大の引き金になったと見ていいのですが、ヘンソンはよく自問自答した結果、次のように考えたのです。誤解しないでほしいんですが、私はロブのせいで白血病になったのではありません。いいですか そういうい息子の問題に対して私が絶望的になり自分を罰したいと思ったことが発病ののの本当の原因なのです。これはサイモントン先生から学んだことですが人生上のどんな困難な問題でも問題そのものよりそれに対して自分がどのような反応をするかということの方がはるかに重要なんです。 ロブの非行は確かに大問題でしたが、それよりも重要なのは、私がそれに負けて、絶望的になったということです。絶望的になって、流され自分を罰したいと思ってしまったことなんです。だから、がんの真の原因は、息子ではなく、私自身にあるのです。もし、私が、息子のことから、来るストレスを処理する方法。 ストレスに対する上手な対処法を知っていれば、こんなことにはならなかったでジョン。ヘンソンの考えは明快です。つまり、発病の引き金を引いたのは他でもない自分自身であるということです。しかし、自分を責めていると感じで、こうした考えに嫌悪感を持つ人がいます。また、患者に罪の意識を持たせてしまう危険性があるという。 一部ののの医師からの批判も根強いのです。ではなぜサイモントンはこのような考えに人を導こうとするのでしょうかそれは真の意味で癌を治すためなのです人任せではなく自分自身の力によって癌を治すためなのですもっと言えば真の癒しを実現するためなのです手術や他の手段で 一時的に腫瘍を消え失せさせるだけではなく二度と癌を作らせない心と身体を育てるそれが真の意味で癌を治し真の癒しを実現するということなのですサイモントンはそれを目指しているのです私は自分の考えのせいで間違った反応をしたせいで癌にかかったのだと考えましたそのような心境に到達するのには いささか骨が折れましたでもおかげで自分がそうしたのなら自分ががんの原因を作ったのならそれなら自分で治すことができると次第に信じるようになりました自分が作った発病までのプロセスを今度は自分で逆転させればいいんですから道を間違えてしまった時元の地点に戻るのと同じことですそれならできる。 自分の力でできるそうでしょうヘンソンはイメージ療法を出発点に実に多くの方法を学び始めました心と身体の関係を一層深く知るために地元の大学に入学して心理学を学びましたその傍ら宗教やヨーガや催眠術を研究しましたまた一方で彼は 直接身体に働きかける方法として食事療法ビタミン療法なども実行しました医師の勧めで脾臓の摘出手術も受けました白血病の人は脾臓が破裂しやすくそのための出血死の危険を回避するためでしたそしてサイモントンの下で治療を始めてからに2年が過ぎましたしかしどうしたことか 病状は一向に改善されず、1981年の夏には、むしろ悪化の気配さえ見え始めました。さらに、追い打ちをかけるように、長男のロブがまたしても問題を起こして、逮捕され、投獄されたのです。これまでの努力は、すべて無駄になったかに見えました。しかし、このとき、ヘンソンは、初めて、ロブに対して、これまでとは、 違っったた態度を取ったのですロブを手元に保護し強制のために手を尽くすという今までのやり方を捨て今度はロブに対していかなる救いの手も差し伸べることをしなかったのですロブを救おうとするこれまでの試みが実は真にロブ自身のためを思う心に発していたのではなく世間体をおもんばかる自分の虚栄心に基づいていたことに気づいたからです ロブの問題は彼自身に委ねよう。ロブの年齢から考えてもそうすべき時であるとヘンソンは決意し一切のロブとの連絡を拒否したのです。こうしてヘンソンはロブの問題を自分の心から完全に解放することに成功したのです。ロブの問題という最大のストレスに対してようやく全く新しい対応があったことを知ったのです。 ヘンソンの心の中で何かがゆっつくりと確実に変化を始めていました。そしてこれはロブにとっても良いことだったのです。ロブはこの時を境に徐々に立ち直っていったのです。ヘンソンはサイモントンの指示に従って一人の心理療法士の治療を受けることにしました。はじめはとても抵抗がありましたよ。だって 私はがんに侵されているのであって、決して精神を病んでいるのではありませんから。がんは、身体の病気で、心の病気じやない。それなのにどうしてだってね。もちろん、前にも言ったように、心が、身体に、大きな影響を及ぼすことは、重々わかっているつもりでした。でも、だからといって、がんそのものに対する治療ではなく、 心を治療しようとする考えがなかなか飲み込めなかったのです釈然としなかったんですしかしすぐそうした私の疑問は間違いであったことに気づかされました